とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズンそんな難しくはないので、まあある程度の装備取っていけばクリアはできると思います。では行きましょう。まずエンチャントで弱体化入れてください。まあダメージがね確実に減るので、弱体化はいいですね。とりあえず入れるっていう感じはこれが無難かもしれません。で最初の、4回ぐらいまでか、まあ若干敵が多めです。そこまでが多い。でもその後はそう大したことがないので、大丈夫ですね。で1回の報酬で回復のトーテムですね。序盤ちょっと敵が多くなるのでそこ用に取っていくと、いいと思います。まあ後々でも若干回復するんでね、使えるっちゃ使えます。よし、 OK。 クリーパーがね意外と多いんだよね今回。よっしゃ、 OK。 レイスめんどい。罠でねある程度やられてくれるとありがたいんだけど、そうもいかないね。2回クリアです。次、槍を取っていきましょう。で同じく弱体化を入れてください。槍はちょっと慣れないと難しいかもしれないですけども、遠距離から、クリーパーを処理できるので、まあ、今回は序盤に結構役に立つかなと思います。よし、凍結、凍結嫌いだ。 OK、 はい、ナイス。当たってね当たって、段差か。よし、段差で全然当たってないはい、3回クリア。次、報酬何もいりません。ソウルためのためにソウル系のねアーティファクトをちょっと初見で取ったりとかしたんですけども、あれはね必要なかったね。途中で流れ込む魂入れればそれで、まあ、HP も回復するしそれで十分なんですよ、なので序盤のうちは取らずに、よし、エンチャポイントを貯めていった方が、使いやすいかなと思います。仕方ない、今のは仕方ない。よし、 OK。 意外と硬いな。はい、まだいるんかい。どこ、えらいなとこにおったな。4回クリア。次、まあ、急げば全然30分は切れると思いますよ。報酬何もいりません。でエンチャントで、弱体化3ですね。でここもクリーパーが出るので、よし、この槍が意外と役に立ちます。おい、ちょっと待って待って待って、凍結してた。まあ、そういう時のための回復もありますんで大丈夫です。しゃあ、オーケー、いいね。矢も出てきてくれた。よし、やっぱ序盤ほんと敵がね多めで鬱陶しいですね。はい、オッケー、倒しきれてない。5回クリア。報酬いりません。どんどんいきましょう。ここもねできるだけ罠に当てて倒したい。まあまあそううまくもいかないけどね。しゃっ、オッケー、いいねいいね、いい感じ。どう？よし、早かった。
で、ここ武器変えます。両馬王の。で、エンチャントは6の久保さんです。どんどんいきますね。で、ここは敵少ないです。途中なんか一気にね、バーッと出る時があるんだけども、まあ、そう大したことはない。よし。集団戦みたいになるとね、毒の雲が進化を発揮してくれます。 OK、 おしまいだ。で、7回終了。で、7回の報酬でハープーン取ってください。ハープーンが結構いい動きしてくれます。やっぱね、ノックバックがね結構いいんだよね。オッケー、どんどん行きましょう。行け。あー、結構飛びすぎるな。ここでおしまいですね。逃げるな、逃げるな。よし、8回終了。次です。で、ここでパワーシェイカーを取っていきますね。で、持ってこの道の途中にある穴は全て開けていってください。そうすると、敵がある程度落ちてくれるのでお得になりますね。ここはね、まだ先に進まない方がいいと思います。 OK、 あそこはまだ開けないでね。ここまでで戦っていきましょう。 OK、 で、まだ雑魚があと2回ぐらい湧くかな。うん、ああいう風にね落ちてくれるのですごくお得ですよね。よし、あ、終わりだった。球体終了。で、ここでスノーアーマー取ります。これがね、一番最後まで着ていく装備となります。火力はねないんだけども、アーティファクトが使いやすくなるのでおすすめです。で、ここパワーシェイカーを上げていきます。まあ、武器とかも上げていいと思うんですけども、パワーシェイカーが、一番最後まで使えて、いい感じかなと思います。で、スノーアーマーエンチャント入れていきましょう。クールダウンとタンブルビーと臆病ですね。あとあと影の断片を取っていくので臆病がだいぶ効いてきます。 OK、 ダメージアップがね、防具に常備されてないやつなので、そこをね臆病でなんとか補いたい。まあ、ダメージ受けるともうそれで消えちゃうんですけどね。 OK、 でも影の断片が、今回ありますので、それで意外となんとかなります。よし、11回クリア。次、ここで魂のクロスボウですね。エンチャントで、流れ込む魂1でいいので入れてください。ソウルも溜まりますし、さらに HP も回復してくれるので本当に優秀な、エンチャントですね。危な、落ちそうだった。あまり欲張らないようにいこうね。 OK、 うん、いい感じ。んで、こっちを倒していきましょう。しゃあ、いいね。おお、いいよいいよ。危ねえ危ねえ危ねえ。相当ダメージくらい。危ねえ、逃がさんよ。危ねえ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 。よーし、いいね。結構減らした。で、おしまいです。はい、よし。で、ここでメイスに俺は変えていきます。
うん、メイス。やっぱ80と90じゃだいぶダメージ違うので、俺はこれおすすめですね。で、火属性を3とりあえず入れてください。雑魚が倒しやすくなります。で、こう強い敵もいるので、まあ、パワーシェイカーをうまいこと使って戦ってみてください。OK。いいね。ではね、パワーが上がってるパワーシェイカー。かなり強い。よし。OK。当たってね。で、13回終了。次。いきます。で、ここで、メイス嫌いだっていう人は、斧とかね、虚無剣に変えてもいいんじゃないでしょうか。メイスを取らずにね。まあ、俺は、メイスが別に大丈夫なので、入れていってます。で、ここは、落下ダメージを食らわないように。影が見えたら、動きを止めると、まあ、大丈夫かなと思います。おっと、エンチャント入れるの忘れてた。タンブルビーは、せめて2ですね。2入れといた方がいいと思います。で、あぶねえ。このエンチャンターを先に倒したかった。はい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 。よし。で、流れ込む魂で。ソウルも結構溜まってきてくれてる。もう半分ぐらいは溜まりましたかね。半分までいかないか。んで、雷の杖取っていきましょう。これはボス用です。最初のボスを、スムーズに倒すために雷の杖を選んでます。よし。はい。あ、いた、ちょっと思いっきり食らったわ。よし。このやっぱ毒ダメージってね、意外とでかいのよね。毒ダメージはね、本当に嫌だよね。おっしゃ、当たってね。当たってね。よし、終わり。で、15回、折り返し地点ですね。終了です。で、ここも何もいりません。流れ込む魂がね、かなり使えるので、うん、そのまんまいってます。爆発もね、悪くないと思うんですけども。んで、臆病2です。で、出てきたらパワーシェイカーと雷の杖を使って、とりあえず1体速攻倒してください。オッケー。あれ、なんか食らった？ああ、なんか食らったんだ。で、ここも。よし。もうちょっとパワーシェイカーうまく当てれば、速攻だったんですけども。まあ、とりあえず16回終了です。んで、ここ。愛のメダル。ですね。まあ、アップドラフトでもいいと思うんですけども、俺は愛のメダルの方が、好きなので入れてます。うん、確実にね、倒せるので、あれ好きなんですよね、やっぱね。危ねえ。いいね。タンブルビーも出てきてくれ、どんどん出てきてくれ。よし、いいね、いいね。矢はね、もうほんとガシガシ使っていって OK です。なんかね、自分の中で矢をたくさん持ったままクリアするといいものが出るっていう風に思ってたんだけども、あれはね、気のせいでした。出ない、やっぱり出ない。で、ここ影の断片と雷の杖変えていきましょう。もうね、俺雷の杖は使いません。あそこだけかな。うん、後々使ってもまあ強いんですけども、これはもうあそこだけにしてます。で、ここ、スノーアーマーをフロストアーマーにしていきましょう。よし。もうずっとこれ使っていくんでね。とりあえず、これを強化です。OK。
ですね。で流れ込む魂、あれを、まあ、パワーアップしていってもまあまあいいのかなとは思いますけども、よし、まあ、十分ね1でも回復しきれるので、よし、まあ、1のまんまでもいいのかなとは思います。よし、やっぱこれでね、あの臆病が発動しますのでダメージが増えていいんですよね。あー忘れてた、危ね、忘れてた、臆病3です。やっぱね、ダメージ倍率が 30% と 40% じゃ全然違うので、入れておいてください。で19回クリアでーす。で武器を変えていきましょう。魂の採取ですね。うん、まあメイスよりもこっちの方が使いやすいって思う人は多いかと思います。とりあえず入れてほしいのは衝撃波ですね。で、あとあと謎の共鳴も入れていきたいところですね。いきましょう。OK。 でもこの衝撃波のねダメージが結構俺は大好きです。うん、強いですよねこの衝撃波、本当に危ねえ。爆発しないんかい。よし、終わり。おい、矢が出た、ありがたいね。はい、あ危ねえ。終わりか。20回クリア。次行きましょう。で20回は何もいりません。でここね、ここ若干ね敵が多いです。若干敵が多いので注意しましょう。謎の共鳴入れてください。プラス待ち伏せです。すぐには待ち伏せはお危ね、効果を発揮しないと思うんですけども、あとあとねいい感じになるのでまずは入れておくといいと思います。おいおいおい、めんどくせえな。 OK、よし、ジオバンサー撃ってほしいね。で、あれが引いたらおしまいですかね。はい、21回クリア。ドラ取りましょう。ドラはもう唯一ですね、これが絶対必要になります。で、愛のメダル欲しいんだけども、まあ他はねちょっとボス用に取っておきたいので、もうこのセットです。ドラとパワーシェイカー、影の断片もこれで完成でいいと思います。アーティファクトは完成、これでもう強いのでいいんじゃないかな。もう、前ら、確かにね、この愛のメダルがあると相当楽なのよ、雑魚戦が。でもボス戦もね楽にしたいので、これはこういうセットに最終的にしていきます。はい、ナイス、いいね。 OK、 あとは上かな。はい、愛のメダルがね欲しくなる時がある。まだいたんかい。ここを倒してあと上でおしまいかな。はい、22回終了。何もいりません。でボスですね、まあ、ドラとパワーシェイカーと、影をうまく使っていけば全然倒せると思います。危ねえ、エンチャント入れてください。待ち伏せがねいいかなと思います。影の断片のダメージがもうほんとね全然変わるんですよ。 OK、 いいね、よし、もうもうもう倒せる、もうどんどん使っていって OK です。終わり。で23回終了。
次に行きましょう。何もいりません。でここ商人で、防具を上げていきます。エンチャントはちゃんと確認してくださいね。黄金になるとポイントが、多めに必要になるので。でとりあえず、クールダウン3、タンブルビー2、臆病3でいいと思います。まあ、タンブルビーを3入れてもいい、全然いい。うん、でもまあ67でも俺はそこそこ発動するなと思ってるので、これでいってます。うん、武器とかの方に振るようにしてますね。タンブルビーもすごくいいよ、すごくめちゃくちゃ強くていいんだけども、まあまあ一応発動は全然するので、これはそれでいってますかね。でここね敵多いです、とにかく敵が多い。でここにねタンブルビーが出てきてくれるとすごくありがたいと、あともうどうしようもなくなったらもう影の断片使って、おいおいおい、なんか変になったぞ。影の断片でいくといけると思います。うん、もっと緊急回避はねもう影の断片でなんとかしていきましょう。 OK、 いいんじゃない。で、あと下の方に、2体ぐらいいておしまいかな。これでおしまいですね。あ、こっちにもいた。で、25回おしまいです。何もいりません。そのまま進んでください。カトラスも強いんだけども、やっぱりこの衝撃波がすごくいいので、まあ、まだ変えなくてもいいのかなと思います。でここで2体目が出現したら先に進むようにしてください。 OK、 ナミスト、危ねえ、危な、よし。タワーレースはね、あのピンク色のやつが来たらまあまあ要注意と思っておいてください。このどっかほんとねダメージめちゃめちゃもらうので、あれ注意ですね。よし、終わり。あー、いやいやいや、また下にいた。ちょっと下の脇が潰すのが甘かった。はいはい、ワンウェーブちょっと潰すのを忘れてましたね。はい、次んで、ここハープーン取っていきましょう。もうね、流れ込む魂があるのでこれでも全然いいんだけども、まあ、ちょっとね火力を上げて、スピードアップしたいのでハープーンに変えていきます。でエンチャントですけども、虚無と追い打ちかクリティカル、どっちでもいいです。俺は追い打ちの方を入れてます。はい、そんな多めに入れなくてもいいと思いますけども、まあ、虚無追い打ち、もしくは虚無クリティカルで大丈夫ですね。 OK、 でクリーパーがやっぱりね、おい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 、見えてなかった、出てくるので、パワーシェイカーは、いつでも使えるよう準備をねしてください。うん、あぶね、なんか影で見えねえな。 OK、まあ、いざとなったら本当にあれ、影の断片ね、あれで逃げてください。消えてしまえばもうね、なんてことなくなるので。でここクレイモアです。変えていきましょう。クレイモアにね変えます。で、絶対入れてほしいのは、虚無さんと追い打ちです。でここは吸血か毒の雲、どれでもいいと思います。うん、まあ、毒の雲そんないらないなっていう人は回復に入れていけば間違いないでしょう。まあ、毒の雲のダメージもね結構でかいんで入れておいてもいいと思うんですけども、安定感を増すためにはやっぱり吸血っすね。うん、よしよし、来ない、吸血で回復すると、
臆病がね、もしも HP 減ってた場合は発動してないので、まあ、臆病用にしてもいいでしょう。でこうパワーシェイカー使っても一気にいきます。 OK。 おい当たってねえぞ攻撃が。でこっちも敵多いのでハープーン使っていくと安心ですね。うん、なんか下手に突っ込むとねやられちゃうので、もうハープーンでビシビシやっとくといいと思います。よし、 OK。 あーこれ落ちた方が早いか。いや大丈夫ね。もうここなんかね変にタイミングがずれたりするとめんどくさいんですよ。よし OK。 でここもパワーシェイカー使って一気にいくといいです。 OK OK。 いいね。どうしても凍結もらうとね戦いにくくなるんだな。こんなにもいりません。んで、ボスの手前最終ステージ29回、頑張っていきましょう。ハープーンとかをねうまく使っていけば問題なくいけると思います。うん、ダメージを受けちゃうとよし攻撃力が減っちゃうので嫌だよね。やっぱね 40% アップしてるとだいぶ違うのよ攻撃力が。よし OK、 アブデイよっしゃ。極力臆病は切らしたくない。よっしゃ当たってね当たってね。よし OK。 おお食らってる。でも終わりだ。はーい。最後ですね、コグクロスボウを取ってください。はい。でエンチャントですけどもパワーと追い打ち、これで OK です。で、まず最初に、フレステはね上の方に出てくるんですけども、スイッチは下かもしれません。まあ、とにかくイリュージョナーを先にぶっ飛ばしましょう。影の断片とドラを使ってで、あとパワーシェイカー入れてバシバシってやれば速攻倒せると思います。終わり。はい、ということで、完全攻略でした。急いでいけば25分ぐらいで周回できると思います。では何が来る。うん、カエルローカスいらねえ、いらない。衝撃、うーん合わないな。はい、ということで完全攻略でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。